思ってたけど。もうさ、あ、今衣装合わせてるところ。ごめんね、ちょっと待ってて。じゃん、どうかな。っていうか、スクールアイドルの衣装に水着ってありなのかな。学校でも夏は毎日泳いでるし、休みの日も近くの海で泳いでるし、水着ってどっちかっていうと普段着だよね。スクールアイドルってなんだろうっていちいち考えちゃうんだよね。まだよくわかってない証拠なんだ。あ、そういえばミューズも水着で歌ってる曲があったような気がする。ルビーちゃんなら載ってる雑誌持ってるかも。ちょっと借りてくるね。はぁ、見て見て、ミューズのみんなの水着姿、すっごくスクールアイドル。はぁ、かわいい。水着がステージ衣装だとこんなにキラキラして見えるんだ。水着の衣装はありだね。終わりだね。しかし、私の水着姿とははっきり言って段違いで、ちょっとへこんでおります。って、スクールアイドル始めたばっかなんだから当たり前だよね。よーし、私も可愛い水着姿になれるように特訓するぞー。